ミニマリストライフです。皆さん、自転車持ってますか？あと、自動車とか、ボートとか、膨らますもの。その時に困るの、空気入れですね。自転車、空気漏れるんですよね。特に最近流行ってるスポーツ自転車。普通の自転車と比べると、漏れやすいですね。正確には漏れやすいというか、入れてる気圧が高いから、すぐに低くなりやすい。あと車、ガソリンスタンドに行った時にやってもらおうとか、セルフだったら自分でやる。そうは思ってるんですけど、実際空気確認したいな。そう思った時と、ガソリンスタンドに行く、このタイミング、それが合わないんですよね。今空気入れたいな。でもスタンド行かないし、わざわざ行くのもめんどくさい。そういう感じで空気入れ。大体はおろそかになる。自転車の場合ですと、パンクしやすい。あとは走ってて抵抗になる。車も同様で、抵抗にもなるし、パンクもしやすい。車のタイヤ、パンクしたら高くつきますよ。あとボートとか、家の中のエアクッションとか。あれ膨らますの大変なんですよね。ポンプを使って膨らますの、結構時間かかりますよ。何分間もプシュプシュしないといけない。それ今回、朝霞から提供を受けた、こちら。ドリルじゃなくて空気入れですね。こちら、電源入れて、そしてノズルを接続して、トリガーを引くだけ。これだけで空気入りますね。楽じゃないですか。今までは時間かけてポンピングしないといけない。ただこちら、差し込んで火金を引くだけです。それだけで空気が入ります。でもこちらのバルブの形状、自転車とか車によって違うんじゃないか。これ、多くのものに対応しますね。まずこちら、いわゆる普通の自転車用のバルブですね。A 式バルブとかダンロップって言われるものですね。いわゆる普通の自転車。日本ですとこちらが多いですね。これをここに接続する。あとは普通の空気入れのように挟むだけですね。これで入ります。ゴムボートとか浮き輪はこちら。これを差し込んでください。ボールはこちらですね。バスケットボール、バレーボール、ドッジボール。大体のスポーツ用のボールに対応しますね。あとこちらフレンチバルブ。自転車の空気バルブって、有名なもので3つありますね。日本でよく使われてる A 式バルブ、ダンロップ。そしてヨーロッパでよく使われてるフランス式、フレンチバルブですね。それともう一つはアメリカ式。実はこれ、アメリカ式ノズルなしで対応しますね。そのまんま接続するだけ。それと自動車ですね。ちなみに自動車、自転車のアメリカ式と同じですね。ちょっと余談ですけど、ガソリンスタンドの空気入れで、アメリカ式のバルブの自転車でしたら、空気入れられます。これはちょっと余談として、こちら、標準ですと、自動車、アメリカ式、米式バルブの自転車、そちらに空気を入れることができますね。あと、こちらの特徴、単位を選びます。PSI、バール、パスカル、それとキログラムですね。それに対応します。空気の圧力って、いろいろ単位がある。だからややこしいんですけど、こちらは単位を選びますので、間違いはないですね。あと、車のタイヤとか自転車のタイヤに接続すると、ここに圧力が出ます。だから今どれだけ入ってるか、そういうのもわかりますね。ただ、このイギリス式、日本で主流の自転車、それは残念ながら測れないですね。どれだけ入れたかだけがわかりますね。こちらの基本能力。気圧は 150PSI までですね。そして1分間に35リットル入れることができます。だから大型のボートですと、しばらく待ちますね。ただこれ接続して、時々引き金引くだけでいいですので、その間別の作業できる。そういうところでいいのかなって考えますね。ボートとかマットに空気入れながら、別のことができる。嬉しいじゃないですか。あとこちら、一般の空気入れと比べるとちっちゃいですね。これだったら普段使わないとき、
しまっとくの楽ですね。ちょっとした電動工具の大きさぐらいです。空気入れとかですと大きいじゃないですか。結構大きいですよ。保管するにしても玄関とかテラスとかベランダとかそういうところに置いとかないといけないですけど、こちらでしたらガレージの中とか引き出しの中とかすっきり収納できますね。だから保管も楽です。空気入れ別に自分で持たなくてもいいんじゃないか、そう思ってる人もいますけど、自分でこまめにチェックすればパンクすることも防げますし、車の燃費も上がる、自転車ですと楽に走ることができる。家に空気入れがない人、ぜひこちらの空気入れ使ってみてください。あ、こちら充電式です。付属の充電器をここに接続すると充電できますね。だからこちらのセットを買えば全て使うことができます。他に買い足すものないですね。あとこちらデジタル式の気圧計としても使えるから、そこを考えてもお得なのかな。デジタル圧力計、それだけでも何千円ってしますよね。だからそれにちょっとプラスするだけで空気入れの機能も入る。嬉しいですよね。ぜひ朝霞のポータブル空気入れぜひ手に入れてみてください。ではバイバイ。